Oh!
どうも放送です。まあまあみんな知ってると思うけども、今日のニュース見た？昨日のニュース見た？今日日本で一番騒がしてる街アッシャバだよ。いろんな意味で栃木県アッシャバ市、何があったかは分かんないけど、みんなググってみればいいさ。まさかの24時間営業のセブンイレブンが間もなく閉店とか、あるまじき行為をここ足利市はやりやがった。でもね、俺動画見たよ。みんな見た？動画見た。俺はあんまり否定できないんだ。だってここ足利でしょ。いや苦笑いしてんじゃないよ。あのさ、いや分かる、言いたいことは、あのセブンのオーナー、音楽やればいいじゃん。俺も紙一重だよ。ああいう人がバンドやったらどうなると思う？クソやめよ、バンドになると思うよ。ぜひね、フォースアウト次期ボーカルにスカウトしたいなと思ってますよ。さっき本の秋が言ってた、足利変わったやつばっかりだって。確かにそうだよ。俺も人のこと言えないもん。足利じゃねえけど、例えばしたんですか。まあそうだ、だから何やるにしても自己責任のもと、まあただ一人目をかけちゃいけないね。ただ本当にああいうのって紙一重だと思うんですよね。みんな過去に言えないこととかあるでしょ。俺もある。ただそれパッと言えちゃっただけなんです。誰もある。そんな明日は今日もよろしくお願いします。イエーイじゃねえよ。おっていこうよ。明日休みだろ。分かってんの？明日はエンジンでやるんだぞ。Come on!
地な町足利から来ました。いや誰も足利住んでないけど、さっきちょっと言ったんだけど、なんだここでコンサート20周年を迎えました。ありがとうございますみたいな、ついこの間言ったばっかりだけども、今になってね、さっきちょっと言ったんだけど、長くやってりゃいろいろあるわけで、長くやってればこれから先の未来のことよりも、長くやってればやるほど過去の思い出のものがどん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 増えてくるんだよね。ただそういう時って悲しいかな、嬉しいことよりも辛いことばっかりが頭に残ってるんだね。だけどまだ自分の行く先がどうなるかわかんないけどもね、先を見て未来を見て、今日ね、小さいお子さんいるけども、お足元気をつけてね、子供は未来の宝だから、若いからみんなわかんないかな、俺バッティして子供2人いるけども、そういうのわかるから、上の子はさ、竹林のスターバックスで働くんだよ、よろしく上の子って言った今、上の子どうですか、今日はその流れで来ますか、来なくちゃいけない、いろんな聞きたいことありますけども、すみませんね、途中で話ちょっと骨折っちゃって、いや先ほどの新曲いいじゃないですか、トリデート会トゥーライドトリデートアンデライオンカフェ、よろしくお願いします。ここから大体およそ2時間半から40分ぐらい、近いですよね、近いね、近いでしょ、3倍をパッと見せる、あっという間に生放送とかやれば、生中継とかやってれば大丈夫だけど、広木んちにお泊まりさせてもらって、まあまあ禁煙なんでね、ベランダで一服してたんですよ。ふーって吹かしながら、パッとなんか看板を見たときに、国道とか青い標識でさ、出てるじゃん、館林とか足利とかアルファベットで、で取り入れて見たときに、んトリライドこれなんか持ってこれ元ネタ、カモメカモメの向井君が最初に言ったっていうそれをでも知らなかったからね、これはそれをいいじゃない、うわ俺見っけたと思って広木んちの嫁に言ったら、なおちゃんそれね、向井と同じこと言ってたよ、コネジャムでね、言ってたね、コネジャムで熱いじゃん熱いじゃん、ありがとうございます、乗っかっちゃったみたいなんで、いやそんなことないですよ、足からちょっとだけですよね、さっきね、何ですか、もう一回言ってください、早口で、いや事件があったなって、足から、ね、あはい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 、今日知りましたね、ドスケベそうです、ドスケベそれですよ、ヒロキフォースアウトで言うと札幌でやってもらってるけど、次のエンズイクもベース弾いてるから、これ何、個人的な、今日は弾かないけどね、今日は弾かないですけど、今日は弾かないけど、さっきリハ終わったうちに、はいはい、ヒロキ今日どっちって言われてた10月7日エンゼックで、新宿ロフトでやります、よろしくありがとうエンゼックの皆さん、よろしくね今日は見させてもらうぜベイベーさあ、今日もひっくり返っていきましょうよ、まあまあいろいろありますが、来週もフォースアウト、残念ながらまだライブあります、29日、柏ドーム、エンディングプロット、エッジのベースも弾いてるペンというので、やらせてもらいますんで、ね、もしよかったら、来てもらえればなと思います。あと、個人的な情報ですけども、その29日の柏の翌日、原宿で表参道を見越しがつきますので、よかったら、皆さん、お願いします。あれも、マジで、モッシュみたいなもんだから、ちょっと喋りすぎちゃったけども、今日はいろいろあれで、なるべく長くステージ立っていたんですよ、くせごよな、こいつ言葉ある、よくしてやりたいことやる前にやるべきことがある。
死んだら何も言えねえんだよ。やりたいことをやる前にやるべきことがある。やることやってから、お前何か言えよバカ野郎。Stop!